正直さどうなん、まあ、今ヒカルおらへんからやけど、うん、ヒカルのことどう思ったんこうやっぱ、まあ、弟なわけ、やっぱこうここでしか聞かれへん、ヒカルがおらへんからこそ言えることみたいな、なんか聞きたいな、一人の男としてやっぱりもうなんか弟としてとかじゃなくて一人の男として、うん、一人の男というかもう人間やな、あ尊敬しようっていうか、これはもうリアルな話で、もうボケとかなしで、ええー、話やな絶対思ってない、いや俺昔その前さんがヒカルに対してのどう思っとうかみたいな、そのなんか動画もうめっちゃ昔のやつ、めっちゃ昔のやつあるもんな、あれまだ確かに俺あれ見てうわやらせ感半端ないな思ったもん、あれ前さほんまなあれ、いやほんまやから俺表面みたいにやらせそんなうまくないもん、いやいやいやよう言うわ前さん、だって脱退動画もう演技や、あれあれは演技やったな完全、俳優としてた俺ってもうトップクラスや思うたけどあれ見た瞬間、あまあまあすごかったやろ、うん、俳優の仕事俺来ても全然ええと思ったんやろな、まあ、確かに、なんかって考えたら前さんが使い道ないよなほんまどこで使うねんみたいな、だからそのパーティーって例えたら俺って僧侶とかそっち系やから、ミニトマトって言うとヘタみたいなもんやろお前はそんなもんちゃいまんの、ヘタは必要ないやろ、あれ全く意味ないやん、全く意味ないよそれやったら料理で絶対取って食べるやん、あれ食べるやつおらん、おらん捨てられるだけ取って、そう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 いらんやん、だからそうなんやそれはあかんやんほんまほんまそのレベルなんですよどっちかって言ったら、うん、まあ俺がそのオフ会とか行ったわけよ俺も、あでめっちゃ嬉しいこと言ってくれる子もおるわけよ、あ、まあまあ、それはお世辞かもしれへんけど、うん、言ってくれる、例えて俺嬉しかったのは、うん、料理に例えたらやっぱヒカルがそのメイン食材みたいな、はいはいはい、カレーとか、あーもう言ったステーキみたいなもうデカデカとしたメインのものと、うん、俺は調味料やと、あもう塩であり胡椒であり醤油であり砂糖であり、うん、言ったら必要やと絶対に、あなるほど、料理に絶対必要やそれ調味料って、うまいって出てこいどんな感覚やのお前頭の中はほんまびっくりするわほんまそんなんもうちゃうぞ調味料調味料の入れ物の蓋じゃんこんなもん蓋いるやん、え蓋めっちゃいるやんってほんまや、うん、保存しとかねいるわ前さんやっぱ、うん、いやいる結局いるやんけ、うん、やっぱり